皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご連絡ください。愛犬丸バツクイズです。入選腫瘍は避妊していない高齢のメスが最もよくかかる病気である。答えは丸です。入選腫瘍は乳腺にしこりができるのが特徴です。悪性腫瘍の危険性は約 50% で、その半数は肺やリンパ節に転移が見られます。早期発見のためにも定期的な健康診断を受けましょう。しこりができる下痢、血便、血尿、食欲がなくなる、息が臭い、よだれが多い、息が荒くなる、元気がないなどの症状があれば、がんのサインかもしれません。受診してみましょう。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご連絡ください。